一条京次は南北朝時代から室町時代前期にかけての苦行。関白二条、吉本の三男で一条行通の養子。官位は十一位、関白左大臣。一条家七代当主。一条家五代当主。一条京通りは昭平二十年、常時四年に病死、後を継いだ、暴行も翌年に急成したために一条家は断絶してしまった。 ところが、昌平22年、上司6年になって、二条家の決しで一条家にも剣、三していた、吉田健博氏が田舎に亡くなった、共通の子が暮らしているという噂を聞きつけ、吉本の勧めもあり、五高音天皇の直居と二大将軍、足利義明の了解を得た。ところが、実際に都に迎えたところそれは、吉本の三男であり、健博氏は騙されたことを知ったという。 この出来事については、この絵道継の日記、五人新関白記、常時6年4月4日上において、全関白9条京京が、元気と同様に騙されて、吉本に抗議したことが記されている。かくして、昭平22年、常時6年に厳服して、聖五位下に除され、翌昭平23年、大安元年中3位となる。厳中5年、家境2年内大臣、 県中8年、明徳2年11位となり、欧英元年に関白、左大臣に任じられた。欧英5年関白の職を辞したが、同6年と17年に関白に任じられ、関白職のまま、純三宮の宣言を受けた。例を中原明中に、日本書記を吉田健広氏に学んでいる。足利義満と同年で、その信任を受けた。常温寺伝とゴース。 明徳五年の改元に際しては、足利義満が推した、光徳という言語にへ、次が強く反対したために、応援が採用され、以後35年にわたって用いられたとされている。日記、荒れ木がある。また、小国寺東区陽記、北山院五十代記、北山殿行行記、応援大城会記などの金日記がある。ありがとうございます。